ようやく二人きりね。ダーリン、ダーリン、今日はどこでデートするの？疲れたよね。あなた、無理をしてはダメよ。私に任せて横になってちょうだい。いらっしゃい、あなた。なんか違う。この場面では違う。これで運命の絆は確実に交わりましたね。これからの道はまだまだ長いですが、よろしくお願いしますね、ダーリン。マイネリーベ、大人の指揮官には大人の言葉を使った方がいいと思ってね。そんな真っ赤にならなくてもいいのに。ダーリンは私が頑張ってた戦いのことを知りたいの？ふふーん、教えてやろっかな。どうせ私が教えなくても他の子に聞くだろうし。ナイト、どうした？バラ？ちょうどいい。指揮官、素敵な君へのプレゼントだ。こんな感じでデートとかもありですね。ほら、拳で語るとも言いませんなんて。指揮官、私の気持ちをしっかり受け止めてくださいね。指揮官、この儀式が終わったら、わかっていますよね。ご安心ください。スズヤはこれから誰よりも指揮官のことを良くして差し上げますから。ね、ダーリン。指揮官？ううん。今日からあなたと呼ぶべきなのかしら。はい、手をつないで。こういう時はお姉さん、積極的になってほしいわ。ね、あなた。私に勝つという可能性を自ら摘み取ったわね。そう、あなたが愛という鳥かごであがき続けてこそ輝くもの。私を永遠に楽しませて、私のそばに永遠に縛られなさい、あなた。お互いを信じ合って、支え合って、あとはなんだっけ。もう長くて覚えられないし、こういうの人の前で恥ずかしすぎてやってられないってば。もうすっ飛ばして部屋に戻ろ。ダーリンもそれでいいよね。ジービーとジョベルティと結婚？そんなことはダメよ、ジービー。嬉しすぎるからといっても、お姉さんらしく、余裕で冷静で優雅にグラーツィアに。よし。では、指揮官、その指輪を、あたしにはめてもらえないかしら。これって、勘違いしていないよね。これから、よろしくお願いします。ね。あなた。うわ！昇格姉が呼んでるよ！指揮官、お待たせしました。え？あなたですか？あなた。ちょっと変ですけど、これは少しずつ慣れた方がいいですね。はい、三熊のこと末永くよろしくお願いしますね。あれが誓いの指輪？指揮官、これって、待って、これはつまり今から指揮官ではなくご主人じゃなくて
いやいや、ご主人でも変だし、あなた、だっけ。なんか恥ずかしいよ。指輪、アクアがもらっちゃっていいの？ありがとう、あなた。なーに？愛おしいエムデンの可愛い人間さん？そんな寂しい顔をして、エムデンの唇が待ち遠しいのかしら。それともエムデンに抱きしめられたいのかしら。罪悪感の匂い。人間の考えなどエムデンには手に取るようにわかっているわ。エムデンはあなたがサボっている事実すら受け止めて差し上げます。かわいい人間さん、頭を上げてくださいませ。迷い込んだ人間さんが選べる道は3つ。エムデンに食われるか、虜にされるか、エムデンの私たちの眷属になることね。これは演技ではありませんよ、かわいい人間さん。所有する者への接し方をエムデンの思うがままに変えたに過ぎませんし、ヴァンパイアかどうかは関係ありません。エムデンを呼び覚ましたのはあなたですね、かわいい人間さん。エムデンに服従してくださったら、あなたの望みを叶えて差し上げますわ。エムデンに、私たちに従いなさい。本当はエムデン、早くから人間を縛りつけたがっていたわ。力ずくで屈服させても仕方ありませんもの。可愛い人間さんが自らひざまずいてくださるのを待っていますわ。この世で最も安心できる場所は、鋼のカゴではなく、愛と服従のゆりかごですわ。可愛い人間さん、恐れることはありませんわ。エムデンに身も心も預けてくだされば、悩みも不安も全部、時の流れと共に溶けてなくなりますわ。ご主人様、あなた、ダーリン。選びにくいものですね。もしくは、他の呼び方がご所望ですか？